サポーターとみんなでタイトル取れたっていう印象があるんで、チーム全員もうその選手以外のいろんな人たち含めて優勝っていう目標に向かって戦っていけたっていうのがすごい感じれることが多かったので、やっぱりサポーター含め埼玉市レッツのファンっていうのはすごい大きい存在だと思いますし、サポーターがいなければやっぱり成し得なかったことだと思います。そういう意味では全てがいい思い出、いい思い出として残ると思いますけど、今まで8年間熱い応援ありがとうございました。僕は引退しますけども、浦和レッズの一番のファンでいたいと思います。サポーターの皆さん、今まで以上の熱い応援を浦和レッズに一緒にしましょう。ありがとうございます。